王、柏徹は、台湾、平東県出身のプロ野球選手。右と左打。NPB の北海道日本ハムファイターズ所属。ニックネームは大王。台湾平東県出身。王県民に憧れて、野球をはじめ、中学生の時に左打ちに転校。国保高級家事商業職業学校から、中国文化大学に進学。小中学校。 高校時代に台湾のプロ野球選手としては珍しく、チャイニーズ台北代表歴がほとんどない。王はコンプレックスのせいで野球をやめようとさえ考えていたと言う。高校時代のコーチ、修修氏によると、高校時代に投手として王の球速は時速 145km 以上も記録したが、バッティングの方がより上手いので野手に専念させた。王は 第二の王県民になる夢を断念したが、今でも外野手以外で一番やりたい守備位置は、投手である。中国文化大学在学中に、守備の負担が軽くて打撃に専念しやすいという理由で、本人の意向によって三塁手から外野手に、コンバートした。コーチの指導により流し打ちから引っ張り、専門の打者になった。一生懸命に、筋力トレーニングに励んだ王の体格は著しく、 成長し、高校通算本類打0本の選手から台湾を代表する屈指のスラッガーへ化けた。2014年9月に開催されたニガは、アジア競技大会の野球チャイニーズ台北、代表選出された。同大会には、外野手として出場し、6番、右翼手で全試合先発した王は4割を超える、打率をマークして、同大会の準優勝を勝ち取った。 当時の監督の両諦玉ものは王の打撃、守備ともに高く評価した。第1回21優野球ワールドカップのチャイニーズ台北代表にも選出された。同大会には外野手として出場し、4番打者として活躍していた。同大会で競合勢を下し優勝を勝ち取った。シンシナティレッツのスカウトの注目を集め、 当時コーチだったトミー・クルーズはマイナー入りを期待していたが契約には及ばなかった。2015年6月29日に行われた中華職業棒玉大連盟のドラフト会議において一巡目でラマゴ・モンキーズが指名。500万台湾元で契約。会議の最初に名前が読み上げられた元メジャー、林明に次いで指名されることが有力視されながら、 統一ライオンズは王などの注目選手を指名せず、このことに統一ファンは大きくショックを受けた。ラマゴ監督の好一中も同様で、ドラフト会議にて王を指名できたことに驚愕したという。7月に開催された公衆下記ユニバーシアードの野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では、チームの勝利に貢献した王は、準決勝のチャイニーズ台北対韓国戦の勝利後、 私たちの世代からは、今後も常に、韓国に勝利していきたいと力強く語った。なお決勝戦は雨天により中止となり、大会は、チャイニーズ台北、日本両チームの優勝で幕を閉じた。ラマゴ時代2015年9月2日の議題、ライノズ戦で、プロデビュー。同試合の8回裏に、プロ初安打を記録し、議題、 アンドリュー・シスコのノーヒットノーランを阻止して試合の MVP に選ばれた。2日後の9月4日の統一ライオンズ戦でプロ初本塁打。その後も好調を維持しシーズン打率は324本塁打球を記録。プレーオフの台湾シリーズでは打率500本塁打に打点8の活躍でチームの台湾一に貢献し、 シリーズ史上最多となる14アンダを記録して優秀選手に選出された。オフの9月30日に2015、WBSC プレミア12、チャイニーズ台北代表に選出された。プレミア12のオープニングラウンド、対カナダ戦では9番、右翼手で先発。5回には本類打を記録した直後に豪快にバットを放り投げ、その姿は MLB.com 内のコーナーカット4。 でも特集された。同大会でチャイニーズタイペイは1次ラウンドを突破できなかったものの、王は4割を超える打率をマークした。2016年には、林友勝の後継者としてメディアに大々的に取り上げられた。6月2日の統一戦には、ミネソタツインズのスカウトが王の視察に訪れたが、王はこのことを知らなかった。開幕前の期待に応えるようにブレイクした王は、 シーズン打率、414、シーズンアンダ数200本の CBBL シーズン歴代記録を達成。最優秀選手、新人王に選出されたほか、打撃王、アンダ王、ゴールデングラブ賞、ベスト10などのタイトルを獲得した。タイトル受賞式後のインタビューで、海外で羽ばたく夢は諦めません。機会さえあれば、絶対に実現してみせますと交互した。 オフに5年総額3180万台湾元で契約公開。2017年開幕前には、ラマゴモンキーズが2017ワールドベースボールクラシックをボイコットしていたため、WBC には不参加となった。しかし、2月28日に CPBL 代表として2017ワールドベースボールクラシックに出場する日本代表の総合試合に出場して、 対戦してみたいと語っていた、のりもと弘から本塁打を記録した。シーズンでは5月9日のトミクニガーディアンズ戦には、阪神タイガースのスカウトが、王の視察に訪れ、5月13日の統一、ライオンズ戦には、埼玉西部ライオンズシニアディレクター県編西部長の渡辺久信が視察に訪れ、5月18日の中心戦には再び多数のメジャーリーグのスカウトが、 訪れ、5月26日の同カードには、読売ジャイアンツスカウトの大森強志らも視察に、訪れるなど、海外挑戦も期待されていた。最終的に、リーグ史上唯一となる2度目の打率4割を達成し、リーグ史上2人目、台湾人選手としては、初の三冠王と、最多安打で打撃4タイトルを獲得した。オフの10月11日に2017アジアプロ。 野球チャンピオンシップのチャイニーズ台北代表に選出された。侍ジャパントップチーム監督の稲葉敦式は、ロッテとの練習試合では不審に陥った王への内閣攻めを宣言し、党大会にて王の打率は4割未満の3割3分3厘に抑えられる結果となったが、ベストナインの外野手部門で選出された。2018年シーズンオフにポスティングシステムを利用して、 海外球団への移籍を目指した。11月20日、ラマゴモンキーズは、ートの交渉権を日本ハムが獲得し、30日間の交渉期間に入る旨をチーム公式ウェブサイトで発表した。日本ハムによる落札金額は2億円と推定されている。ここまで獲得に興味を見せていなかった日本ハムが交渉権を獲得したことについて、 台湾でも驚きの声が上がっていた。これについて情報の管理に気をつけながら長期間にわたって複数の目で調査してきたと GM の吉村博士はコメントした。十二月七日に日本ハムと三年総額四億円、出来高で契約合意が報じられた。誕生日が九百九十三年九月九日ということもあり背番号は彼のラッキーナンバー九を希望していたが、すでに 中島拓也がつけていたため99となった。2019年は3月29日の開幕戦、対オリックスバファローズ戦で5番、左翼手として日本デビューを果たした。6月14日の対読売ジャイアンツ戦の7回、裏、高木京介から勝ち越しとなる2大本塁打を放つ。これが決勝点となり、高木京介にプロ初黒星をつけた本塁打となった。 交流戦までは3割前後の打率をキープしていたが、次第に不審と怪我に陥り、最終的には88試合で打率、255、3本塁打、35打点、オプス、647という成績で1年を終えた。オフには2019年限りで引退した田中健介の推薦もあり、背番号が99から3へと変わった。 また 2019WBSC プレミア10人にも出場した。2020年は打撃不振によりに軍降格を経験するなど、出場は52試合にとどまり、打率207、日本塁が9打点、オプス585という低調な成績だった。CPBL 在籍時の成績の特徴として、三振の少なさが挙げられる。2017年、 CPBL の規定打席に到達した打者として3位の K%9.0% と3位の b b k 1 1 4を記録した王はスラッガーとして極めて三振の取りにくい強打者である。本人公認の初級から打つタイプであり、2017年5月まで初級の通算打率は5割を超えていた。初級本塁打率もズバ抜けているが、 その一方にストライク後の通算打率は2割未満となっていた。バットコントロールが巧みであり足が速くないアンダーを得意とするが2016年に CPBL での盗塁数はリーグ2位であったにもかかわらず CPBL 通算盗塁成功率は65%程度でしかない。シーズン末に向けてどんどん調子を上げていくことが特徴であり、 2年連続で9月の月間 MVP を受賞することで、台湾当地では9月だよと呼ばれていた。CPBL 時代には守備シフトを対戦相手に敷かれることがよくあり、また本塁打製の打球を放った際に見せるバット投げは彼の代名詞でもあった。トミー・クルーズの指導により球の内側を叩くことを意識するようになったという。ラマゴコーチの流血号は、 王の打撃について、バットの軌跡が短い、スイングのための準備が早い、ピッチャーのリズムにつられないことが、主な特徴だと述べ、監督の好位置中は、卵マゴ入団1年目に、当時の CPBL 現役選手でコンパクトな、スイングが一番早いのは王だと考えた。CPBL 史上初となる3年連続の、本塁打王に輝いた、コークニッテルは、 台湾のプロ野球界には、キレのあるボールを投げる強力なサウスポーは少ないので、王選手は抑えられませんよと分析し、セーミや幸太郎は、後ろに残るというか、全然前に出ないのにすごいスイングをする。学ぶところがあると語った。両明多玉者は、2018年10月に、王の守備について、判断、補給の安定性、そして送球を、 もう少し向上させる必要があるが、日本で訓練を受けて、経験を積めば、徐々に改善できると思うので、それほど問題だとは考えていないと語った。中心兄弟打撃コーチ在任中の2017年に、トミー・クルーズは、王の守備を、やや慎重すぎて、積極さに欠ける嫌いがありますが、基本的な守備能力は備えています。 コーチの指導さえあれば確かな成長は果たせますよと評した。また、監督の好位置中は、NPB と比較して、守備と送球に課題がある、非対抗と比べたら、守備の差は結構大きいと指摘。実際に2016年に、CPBL で400イニング以上出場した、外野手としてやや低い守備ウィンシェアーズ1.73を記録した王の守備は、セーバーマトリックス専門家に、 ランク D と評され、CPBL 時代に3年、連続ゴールデングラブ賞を受賞したものの、守備判断と送球技術に関しては、日本遺跡までずっと元プロ野球選手や監督などの専門家たちに疑問視されてきた。CM、ありがとうございます。